相談があるの。私はこれまで何の問題もない優等生徒会長としての職責も問題なくこなしてきた。嫌味とかじゃないの。でも鈴井さんや金城のこと、従ってばかりの優等生じゃいざってと回答団に入った以上、私もみんなでも今まで勉強見識を広めなきゃと思うの。まず第一歩として、でも私そういうの疎いというか。本当？ならいいんだけど。でもみんなが普段そういうのちゃんと、それに生徒の実態派監視とかそういうのじゃなくて、それに回答団に入ったから。でさっきの普段みんなが遊び、実は私、よかったらこんなことで見識が深まるかわからない。よかった、一人じゃ。みんなこう、意外と女の子も多いの。銃でモニターを狙うのね。もしよ、付き合ってくれない。やった。え、嘘。うん、こんな、あれ自体はゲームだけど、もしかしてテクニックは戦闘に応用で、普段行かないところに来たせいかな、こういう発想。なんとなくだけど、みんなが普段どういう、こういう世界もあるのね。そんな、できればまた手伝ってもらえ。こうやって勉強以外の知識が増えれば、時間取ってもらう分、期待には応え、今すぐ何かできるとか。君たちの回答行為、それ、敵の分析に特化した者がいたからこそ。そうよね。我はなちぎりは、すなわち我女教皇のペルソナの生誕に祝福に。よし、あなたたちって金城の、私ね、今度は実はそういうところでうちの生徒を見たって、まさかとは思うけど、もういい時間。ありがとね。
それじゃ。なあ、けど
今日の箇所は答えてください。これだ。その通りです。やるじゃねえか。はあ、先輩、お話ししたいことが。お昼ご一緒。ありがとう。じゃあ、おく。寒くなってきました。すみません。人前だと話しにくいことなの。先輩は、最近、怪盗団について、あれだけ応援してたくせに、先輩たちのこと何も知らないくせに、今は怪盗団を悪く言う。怪盗団に入らなかった私が言うことじゃない。こんな手のひら返し、私がされたことと一緒ですよ。それでもですか。終わってまだやることがあるんですね。まあな。けど心配すんな。わかります。なら止めません。ただ一つだけ約束をしてもら、やるべきことが全部終わったら一緒にどこかへ出か。はい、今から楽しみにしてます。だから、あ、体さばきを教えるって約束。明日はちょっと急ですよね。おい、明後日は。そう、まだ食べてないのに。ほら、先輩も食べ。腹が減っては戦はで。でも行きましょうか。ありがとう。よし。
ねえ、気づいた？今暇か？次は頼むぜ。Thank you.
やあ。おはよう。突然で悪いけど。よかった。最後にちょっと。僕のカウンセラーとしての寂しくなるよ。朝礼でお別れの挨拶はするけど、それとせっかくだし、お昼は僕が用意しておくよ。それじゃあ。丸木先生。もう半年か。丸木先生から一言を言って。では先生皆さん、教頭先生からお話しいただいたように、本日でこの半年間、カウンセラーとして様々な悩み、恋の悩みから勉強関係、僕と同じおかそんなみんなに、僕からさ、辛かったら逃げてください。目の前にある理不尽な現実が全てだって思わないでほしい。要するに、悩みがあっても思い詰めすぎないよ。せっかく生まれてきたんだ、どうせなら毎日幸せに過ごす方、そんなみんなの幸せを僕はこれからも応援しています。うまくはいかない。以上です。半年間元気でね。お礼をしようと思ったけれど、私たちが入れる。来てもらっては囚人で食べる最後のお昼ってことで、この天丼、こっち勤務になってからずっと気になってたお店のなんだ。お値段的に見送ってたけど、今日は特別、しかも上天丼だ。お礼を言うのはこっちだよ。さ、早速食べよう。おお、何も見えないけど。奮発してよかった。この幸福感にずっと浸。さて、食事もす、まずは報告から。論文完成したよ。前にも言ったけど、君のおかげだよ。君との経験や君の言葉がなかったら、この論文は完成していなかった。改めてお礼を言わせてほしい。囚人の生徒としての君と、怪盗としての君にもね。否定はしないんだね。そこに置いてある論文のタイトル見てくれるかい？実は怪盗団による改心行為は、世間一般に認知されている現実とは別に、その世界に対して何らかのアクセスを行うことで対象者の認知に変更を加える手法。それが君たちの行っている改心なんじゃないかと思ってるんだよ。認知科学については心血を注いでずっと研究してきたからね。もう少し白状すると、今年の4月、ちょうどこの学校の校長に呼ばれ、カウンセリングについての話をしに来た時のことだけど、実は僕、君たちがさっき言った個人の現実から出てくる瞬間を目撃してしまったんだよ。囚人学園の路地裏に君たちが突然現れてね。坂本君と高牧さんも一緒だったかな。彼女ひどくぐったりしてたようだったけど、
ありがとう。そしてその後に起きた鴨志田先生、おまけに君たちは鴨志田先生と深い因縁があったと聞いてね。その時点で半ば確信したよ。鴨志田先生の改心は君たちによって行われたものだろうってね。僕は学生時代からずっと個人の認知に干渉することで苦痛や絶望に苛まれた人たち。でも訳あってその研究が認められることは、僕は研究を諦められないまま、そんな中でちょうど出会ったのが君たち、心の回答。心が踊ったよ。君たちさえいれば、そう思って僕は君たちに近づく。今まで黙っていたのは変に警戒されないようにって思ったからか。これで全部かな。取引か。ちなみに僕としてもこのことは誰にも信じられないようなら、今ここで僕を、君のおかげで僕今ある現実に抗う。この研究でもっと世の中を良くしてみせるよ。怪盗団の言う世直しとは少し種類が違うものかもし。そんな君と出会えて本当に今生の別れってわけじゃないけど、今まで本当に我は汝、絆は反逆の翼となりて、今こそ汝、古文譚の究極なる日を。よし、よし。僕は僕の信じた道を行く。いつかはこの道の先で君の助けになれ。たとえ望まれてないおせっかいだとし、おっと、じ、まただね。あのさ、いや、お互い頑張ろう。またね。マスターが貸し切りだって。コーヒーとかも。て、普段。ご主人のご好意だぞ。細かいツッコミは抜きに。予告状どこに出す。でもこれだけ騒がれてると。僕がサエさんのデスクの上に置くのは顔パスでいけるし。やめた方がいいぜ。お前、私がやるよ。確実で、何を聞かれても知らないでよ。それじゃ、どうするリーダー。まこ、それしか。大丈夫。危ない橋なら嫌ってほど渡ってきたんだ。じゃあお願いするよ。その分僕も頑張。じゃあ集合時間は18時。了解。いつも通り。じゃ、よし。とにかく功を競
う者たちへの妬みそねみに我を忘れ、出世欲に取りつかれたる嫉妬の出世のため不正義すら正義とと心のポストに本当によこすと罪人でもない私を改心バカにして都合の悪い人間を消したいだいいわ。怪盗団捕まえたらお姉ちゃんが取り締地下のなんとか室で。どうして？ううん、前にそんなこと言ってたから。ええ、そうよ。地下の特別尋問室、時間は限られてるけど絶対吐かせ、正々堂々行きましょう。そろそろもこんな時間だけど部長に連絡、この仕事が片付いたらちょっと落ち着く。そしたら二人で温泉でも行こうか。お姉ちゃん、私ね、お姉ちゃんの味方だよ。変な子。電話、じゃあ私部屋行ってるね。夜分恐れ入ります。お耳に入れておきた怪盗団からの予告状です。私宛て待機、しかも捜査の指揮権を別の者。いえ、そのようなことは指示があるまで待機を。はい。よーし、さて、失敗は許されないぞ。今回はと明日は大仕事。なるほど。よーし。マコト、予告状の方は？お姉ちゃん、マコト。気持ちはわかるが。ああ、居場所なくなるどころじゃね。大丈夫よ。ドイツも、うん。今までいろいろあったが、気づけば、よしちょうか。怪盗団のラストゲームだ。招待。行くぞ。
いいかい？よし！今度はどんな賞、何出してきても私を追い詰めてるなどと考えているのなら、それは大きな誤り。ここなら思う存分暴れられるから案内してあげただけのこと。お姉ちゃん、正義の殉職って言えばヴィランだけどね、残された私がどれだけ苦労したと思ってる。僕の買いかぶりすぎでしたかね。まさに、こんな正義は悪に屈してはない。ただの一人、どちらが正しいかは。じゃあ始めましょうか。なんだ、ただ力をぶつけ合うなんてこの場にふさわしくないわ。何をしてくる気だ。もうコインは関係ねえ。ルールなんざ付き合うかよ。いいえ、あなたたちは従うしかない。すぐに理解することになるわ。今のは来なさい。救うんだろ。最大限に注意してかかれよ。正々堂々行きましょう。よし、行くぞ。ペルソナ、違うな。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。インキバス食らえ。もちろん暴力行為は。だから今さらルール構わないわよ。そういう人ルーレットしないとペナルティーらしいけど、どうする。あなたにはボールが。さあ一度目の勝負。十中八九イカ様だろうが、奴にそれを言っても聞き。ここは素直に従って。僕もそう。かけるの？選んだ？やはり負けて。本当か？どういうイカ様だ。なるほどな。確かなめたま。なら言い逃れできない。ガラスで蓋をされたらポケットを狙撃。誰に狙撃させるか。イカ様、狙撃か。この銃でも。よし、実行する。正々堂々行きましょう。スクリーンの映像が変わ、毎回賭けの対象は。行け、パワーアーク。
車が狙撃地点に到着。あとは次のルーレットを待つだけだな。さあベッドの時間よ。さあどうかけるの。予想が当たるといい。
ベルソナガチだからね。これならどうかしら。弱点を探ってみるのも悪くないな。いただいていく。ペルソナ！ペルソナ！おとなペルソナ！私の正義は示した。剣のために死ぬ。超過だ。剣のために死ぬ。攻撃属性の攻撃を有効な攻撃を強敵よ。電撃は効かないからね。ペルソナ。ダメだ。敵さん。助かったぜ。交代するぜ。俺が前に出る。ペルソナーこれで剣のためにしてる。よしここから反撃だ。ペルソナ違うな。有効な攻撃はあるけど弱点を探ってみるのも悪くないな。来い。カルキそこか。強敵よ。電撃は効かないからね。ペルソナ食らえ。行くぞ。覚悟の時間だ。ペルソナはっ。勝利こそ正義。私はどんな。なんだよその理論。くれ。剣のために死ぬ。行くぞ。人気は。いただいていく。我が敵さん。我が決意の証を見よう。こいつま。うん、助かったよ。感謝する。彼はもう一人の俺だ。ガチだかね。くれ。ワナピッチ剣のためにしてやる。ボクス今のはお見事だ。ペルソナWhat?
後を頼む。待ちくたびれたぜ。ペルソナ、これで。こうしてやる。連撃は効かないからね。ペルソナガチだかんね。私は正しだから、勝者でいなきゃ。私の勝利は迫ってるぞ。ラフェラの体力やばいから、超強化いくよ。モナが危険、体力。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。やってやる。よく見る。我が決意の証を見よう。そうだ、ありがとね。助かったぜ。ペルソナ、向こうの方が戦力が上よ。何もしないで、いけ。剣のためにしてやる。やるぞ、ウスカル。ペルソナ、これでより一層の貢献を誓うよ。シャドウにそこまで。黙っ。すまない。俺ら誠お
法で裁けない悪を明るみに出して断罪すること、それは間違ってないと思う。でも手柄のために強引な捜査をしたり。ねえ、検事になるって決めた時のそれがおね、私思い出して。私、飯島さんも何がきっかけで変わっちゃう。確かに欲望が原因といっても本人の知らない原因でもあるの。あったぞ。これで捜査が正しく動く。君との取引、探偵の僕がまさか回答なんて。まさか、君、そういう約束のはずだよ。長居は無用だ。平気か？大丈夫。あ、敵の反応、外に集まって。マジか。どう、なんてか、ヤバくない？主も倒してお宝まで取ったのにどうなってる。まだ来る。放っておく。とにかく動くぞ。すぐに黒服がなだれ。この人数で固まってたらすぐ見つかっちゃう。でもそうなると、ダメ、危険すぎる。ジョーカー、あなたまさか。よせよクイーン、こいつ無口だけど一度言ったら聞かねえんだ。死なねえだろ、お前なら。無茶はしないでね。帰ってこなかったら許さない。我が輩との取引のと、さっきよりまさに後ろ髪引く。急いだ方が良さそう。また。誰かいるぞ。すぐに始末しろ。よし、と行くしかない。慌てないで、私受け。とにかくこっ、それにしてもさっき大勢の客の上であえて姿を晒したのはうまい陽動だった。やっちゃって、ジョーカを進めた。あの春、さあ目の前の敵で戦力比較弱点。向こうの方が戦力が上です。無理はしないで。もっと見て、ペルソナ。ヤンズだ。他のみんなは処刑のポイントに。忘れるな。ジャックフロスト、そこか。
とな。やがりやがったな。引くだろ。エルコラいただいていく。が、何時の運命を最後までよく思い出してみるがいい。何時の運命がこの先もまだ続くもの。ようやくお別れできます。自分とは今日でお別れです。行きますよ先輩。敵、あいつは一緒に戦うの。今度は私が先輩を。怪盗団じゃない私が。けど前に言った約束。てかジョーカー。
よし、行くぞ。一匹じゃない、見つけて殺せ。どうしたの？そこが出口のはずだよ。これは、そういうことか。あの騒ぎじゃ下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？あそこだ、逃げ場はないぞ。じゃあな。かっこいいのにしてくれるね。無茶なんだから、ダック。とはな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現任、現行犯逮捕。